Radio B92. Serbia calling. The Magnificent! さあ時刻は11時を回りました。皆さんおはこんにちはのお時間でございますね。さあ今日は木曜日12月の12月15日木曜日でございます。毎週木曜日この時間はですね、私宮島真一によります宮島真一の Let's Go to the Movie のお時間がやってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ11時になったということでですね、お隣のスポーツ用品店のシャッターも今まさに開きました。オープンでございますね。今日も一日頑張っていきましょう。さあこの番組はですね、皆さん最近見た映画何ですか。もうもちろん大好きな映画の話であれば新しいの古いの関係ございません。皆さんが大好きな映画についてどんどん語っていきたいなと思いながらも、基本的には自由でございますよ。年末年始ね、もう師走でございますけれども、残すところあと今月2016年もですね、残すところあと2週間ちょっととなってきましたですね。さあ2016年皆さんが目標にしていたこと、まだやってないこと、やり残していることあるんじゃないでしょうか。その中の一つにまだシアタードーナツに行ったことがないという方もいらっしゃるんでしょうね。今まさにこのラジオを聞いて初めてシアタードーナツという名前を聞いた方も少なくないんじゃないでしょうか。シアタードーナツはですね、私宮島真一がですね頑張って映画をチョイスして上映しているカフェスタイルの映画館でございます。シアタードーナツは沖縄市小屋バス停の目の前、建物2階にございますよ。ちょうどミュージックタウンがあります小屋十字路からですね、歩いてそうね1分以内に着くところにございますよ。小屋バス停が目印です。そこまでまだ来たことがない人はぜひ遊びに来てくださいよ。わお、ノリノリでいきたいと思いますよ。なんで今日布袋さんなのか特に意味はございませんけれども、テンション上げていきましょうか。12月も残すところあとわずかでございますよ。お届けしましょう、布袋寅泰でスリル。